ルーナ X2000、ドイツ連邦軍で偵察、いざム任務に従事する無人航空機ルーナのカメラ操縦タクルーナ X2000 はドイツ陸軍が運用するドイツ製の無人航空機である。ルーナは飛行型無人近距離偵察機材を意味するドイツ語の頭文字を取った略語である。航続距離4 0 0トル程度の近距離偵察用で可視光、または赤外線による ビデオ映像や高精細な静止画をリアルタイムで収集、送信する任務に就くが、搭載機器によっては大気中微粒子のサンプリングやイザム、ECM といった仕事もこなせる。任務は次のように行われる。まずベルト式の簡素なカタパルトから発射されると、あらかじめプログラムされたコースを飛行する。必要に応じて飛行中にコースを変えることも可能である。 上空での任務を終えると、パラシュートと衝撃吸収ダンパーを使って自動的に着陸する。ドイツは2000年から国連コソボ平和維持軍でルーナ X2000 を使用しており、またアフガニスタンに派遣されたドイツ軍部隊でも使われている。ルーナテクニカルスペシフィケーションズありがとうございます。